今回は2023年上半期の売れ筋メガネベスト10を紹介。 GB ガバスとデコラのプレス漆畑さんに2023年上半期で売れたメガネベスト10をお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のランキングってどんな感じでしょうか？はい、2023年の、1月から6月までの、上半期で、デコラと、GB ガバス両店のお店で一番売れたモデルをこう、ランキングしてトップ10まで出してます。ガチで売れた。そうですね、もうかなりなるほどっていうようなランキングになってると思います。楽しみですね。はいはい、ではまず10位ですね。じゃあ、ゆういちとやまの、クラウンパンダ。すごいですね。はい。これ、クラウンパンダ結構売れたんですか？そうですね。なんていうんですかね、クラウンパンダっていう形は知ってるけど、あんまり太いとこをかけるのに抵抗があるっていう方もいると思うんですけど、導入として、すごく、なんか間口が広いモデルで、男女問わず、はい、使えるモデル。あんまり癖がなくてかけやすそうですね。そうですね。で、極端にこうエッジが立ってるわけでもなくて、線は細いんですけど、こうディテールのデザインもすごい綺麗で、細身で華奢な割にはすごく高級感もあって、一回かけてもすんなり馴染んでて安定感ありますね。藤田さん、これ持ってないんですか？これは持ってないんですね。すごく軽くて、なんか PC 作業とか、室内で使うのにはね、いいのかな。なんか私物化っていうぐらい馴染んでます。本当ですか？めちゃめちゃ馴染んでます。本当、誰に持って行っても、嫌な顔されないモデルですね。ね、万能モデル。誰もが受け入れてくれる感じのデザイン。あまり年齢と関係ない。ですね。9位はですね、ルネッタバダのちょっとスクエアな、サングラスでランクインしてるっていうのが珍しいかもしれないですね。売れたんですね、このペン。これはめちゃくちゃ、はい。出ました。これをかけてたのが、危ないデカの柴田恭平さんで、デザイン的にまず、新鮮っていうのもあったと思うんですけど、やっぱりもともと知っていたオールドファンの方が、バダが復活したのかっていうことで問い合わせされてきたりとか、あと初回の生産とかがデビューした時に結構少なかったんですよ。それで買えなかった人が、なるほど、もう結構再生産待っててみたいな形で、探してる人多かった。多かったですね。あ、いいですね。このラインがすごい、サイドが吹きっぱなし。はい。深いけど、ちょっと縦屋さんに見えるデザインですね。これまでのクラシックとやっぱ違いますね。そうなんですよね。ちょっとこう、モードな香りがすごいしてくるので、80s っぽい雰囲気っていうのが、すごく新鮮ですよね。確かに。80年代の東京みたいな感じですね。そうですね。シティポップ。アーバンな感じしますね。しますね。似合ってます。8位。イエローズプラスの別注モデルで、ラウンドのちょい太も。別注なんですか？そうなんですよ。型ごと別注した、弊社限定のモデルになるんですけど、これもよく売れました。売れましたっけ？はい。真ん中けど、両はスクエアでなんか合ってます、ね、ラウンドなんですけど、ラウンド感はそんなにすごく強調されすぎない。このモデルは 8mm の生地を使って、サイドはかなり肉厚なんですね。ただ正面から見るとそこまで厚みを感じないような、バランスになっていて、ちょっとの形も変わります。そうですね。エンドに向かってこうくびれるようなデザインで、これもヴィンテージのデザインをモチーフにしてるんですけど、割とこう女性からの問い合わせも多いモデルだったんですけど、最近女性太いのとかかけますよね。そうなんですよね。ただ割とこう太いモデルって大きいモデルも多いんで、割とこう女性がかけられるサイズ感っていうのが少なかったっていうのがあって、結構女性に受け入れられました。おお、なんか優等生な感じですね。確かにあんまり丸メガネだけどそこまでなんかキャラっぽくなってますね。はい、丸メガネなんですけど、そこまで生きたっていうか、もうどうだみたいな感じでかけたくない方にすごく、さりげなく丸メガネをこうファッションに取り入れたいという方にモデルだと思いますね。確かに。やっぱりこう、丸メガネってキャラが形だけでもこうつきやすいので、そこがこう強調されすぎない。7位は、あやめの別注モデルで、マンポ。メタル来ましたね。これは人気なんですね。そうですね。だから万年山のブリッジなんですね。はい。
で、サイドだけこうセルテになっていて、うんうん、まあ、優しいボストン型。特にこう女性のお客様が多かったかもしれないです。品のいい感じがしますね。はい、うん。軽いですか？すごい軽いですね。鼻もこうフィット感やっぱすごいいいですし、うんうん、品よくかけるメガネとしてはかなりいいモデル。素材は何ですか？素材はチタン。あ、チタン。はい。ね、6位は、マックスピティのクラウンパント。めっちゃ分厚いやつですね。めちゃくちゃ分厚いです。まあ、マックスピトンは、その、一回なくなってしまってから、ずっとこう、待望されてたブランドで、あの、待ってたお客さん、すごく多かったと思うんですね。そうなんですね。はい、評判なんかも、真鍮を使った、ちょっとゴールドの長板だったりとか、うん、なんといっても、この太さですよね。ね、そうですね。はい。テンプルも偉い太いですね。そうですね。あ、濃いっすね、キャラが。まだこう色が入ってると、あ、そうですね、はい、色が下がるかなと思うんですけど、これはどういう人が買っていくことなんですかね。やっぱりこうおしゃれに敏感な方というか、ある程度やっぱメガネ慣れしてる方が多くて、あ、はい、もう結構ヴィンテージっぽいデザインをかけてきた方で、もっと踏み込んでっていうか、うん、まあ、ちょっと上級者向けかもしれないです、次5位はアイバンの、まあ、パリジャン型。アイバンなんですよね。はい。これは何が良かったんですかね。そうですね。割とこうトレンドのちょっとこうフレンチトラッドというか、うんうん、そういうデザインをこう、あの、用いながら、現代人でも描きやすいバランスになっていて、はい、まあ、サイズの展開がこう複数あったりとか、はい、クリームスが付いてるモデルと付いてないモデルとか、こう複数、あの、ラインナップされてたりとか、幅広く、うん、あの、まあ、サイズ展開が選べるっていうのはすごく良かったですし、あと形のバランスがすごく良かったんで、結構これ誰がかけても似合っちゃうんですよね。あ、そうなんですね。はい。そんなに主張強くないですね。そうなんですよね。まあ、これ、ね、色がちょっと馴染みやすいっていうのもあるんですけど、黒とかでも全然馴染み、うん、つきやすい。これは男女の問わずですか？これも男女問わずなんですよね。やっぱりランクインされてるモデルの多くがやっぱり男女に受け入れられてるっていうのが一つあると思いますね。じゃあ次に4位は、はい、イエローズプラスの別注モデル、うん、イエローズプラス2番目ですね。そうですね、うん、割とちっちゃいですね。そうですね。これもこう小ぶりなサイズ感で、はい、赤系のちょっとフレンチトラッドベースなモデル、うんうん、ちょっと小ぶりなボリューム感があるものっていうのを今テーマにしてて、女性もこう、あの、チャレンジしやすい、チョイフト、チョイフレンチ、っていうのを狙って作ってます。実際どうですか？女性が売れますか？女性にもこれ売れました。そうですね。はい。ほんと小ぶりなサイズ感ですね。そうですね。ちょっとこう、小ぶりなだけに割とエッジが立ってる感じが、割と際立つかもしれないですね。ほんとですね。サイズはどれぐらいなんですか？サイズはレンズ44の、ブリッジが24。はい、あ、結構クラシックなモデルであるサイズ感ですか、ね、そうですね。いわゆるこうゴールデンサイズって言われてるサイズですね。はい、足してフレーム PD68。68。はい。その辺が割と万能なんですか。そうですね。68あたりは、うん、男女問わず。はい。3位が、はい、ジャック・マリー・マージュ。あ、来ましたね。こうブランドのアイコンになってるウェリントン、はい、ディランっていう。ボブ・デュラン・オマージュ。あ、そうですね。うんうん、JMM の、ほんと、ファーストコレクションからもあるモデルで、はい、黒をベースなんですけど、内側にエンジンのブランドのイメージのカラー。テンプル外見せの。そうなんですよね。うん、特にこの外見せのパターンが、やっぱり人気がありますね。ただしっかりこう、ラスとかね、ラグジュアルな感じ。そうなんですね。これも結構分厚いですね。これ1センチですか。でもだいぶ高級感あります。うん、釣り上がってるのがかっこいいですね。そうですね。割とこう前のラインに自然と沿いやすいというか、うん、置いてあるとちょっとこうハードかなと思うんですけど、かけると割と馴染む。うん、いいですね。ちょっと前の方が入ったんでしょうか。はい、うん、ここです。やっぱりこう、かけるだけでちょっとこうハイエンドの人になってるのが気になりますよね。はい。2位が、イエローズプラスのクラウンパントで。あ、イエローズ多いですね。イエローズ多いです。そんなに売れるんですか。まあ、在庫点数が、あの GP もデコラもフルラインっていうのもあって、はい、まあ、点数も多いので、イエローズなら、あの、こちらでみたいな
かと思います、ね。あ、そうなんですね。これもフレンチ系ですよね。3点秒で買ったんです、ね、はい。そうですね。こうサイズ感も44、24。やっぱりこのサイズがいいんだと思うんですけど、さっき4位にランクインしたあのモデルに比べると、もうちょっとゆったりというか、うん、ベースがこうラウンドっぽいんですよね。確かちょっとあれですね、うん、若干カジュアル。そうですね、まあ、優しい雰囲気で選びます。ですね、やっぱりイエローズはあのかけた時のバランスがすごくいいんですけど、後ろの、はい、耳の後ろのバランスとフロントのバランスが考えられてるというか、まあ、フロントにこう重量が来そうなモデルにはちゃんとクリームスがついてたり、あ、なるほど、その辺のバランスすごい綺麗で、やっぱりボリュームの出し方とかもなんていうんですかね、こうやりすぎないというか、うんうん、まあ、普遍的にかけられるサイズバランスっていうのはやっぱり考えられてるのかなと思います。1位ですね。なんか薄々感づかれてるかもしれないですけど、はい、ジュリアスタートオプチカルのエア、もうほんと長くねトップの座にいますけど、はい、なんか揺るがないですね。あ、そうなんですね。なんか AR が欲しくてくるんですか。 AR もう知ってお客さんの口から出てきますね。 AR どれですかとか指名買いなんですね。はい、はい、改めて AR の良さって何だろう。半世紀以上前にデザインされたモデルなんですが、時代を超越してあのファッションに組み合わせていける、はい、バランスが当時からも完成されてたというか、はい、まあ、太さもそうですし、うんうん、まあ、サイズ感もバリエーションがかなりあるということで、あ、なんか何回もかけてもらってますねこれは。そうですね。見られた感じですよ。定番のウェリーですね、うんうん、嫌味がないウェリントンですね、本当に。ああ、そうですね。はい、なんか縦コンがいいんですよね、うん、うん。まあ、シーズンごとにあの色のバリエーションもどん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 増えていて、てね、なので同じ形で複数色をこう楽しみたいみたいな方にもすごくいいんですよね。そういう人もいるんですか。いますね。形はもうこれみたいな感じ。リーバイスのね、501しか履かないみたいな方とかいるじゃないですか。確かに。うん、まあ、そういう方との感覚と似てるというか。メガネもこの形でもう完成だみたいな、うん、色バリエーションだけ増やしてみたいな、はい、多分です、ね、同じアメリカだとメガネ界も5万ついてるんですよ。まあまあそうですよね。いや、それかけとけば、うん、安心なものです。そうなんです。だからお店の側としても何かけたらいいかわからないみたいな人がいらっしゃるんですけど、まずちょっとこれかけてみてくださいみたいな感じで提案すること多いんですよ、うん、そうするとあれ意外といけるみたいな、うん、私メガネプラスチックでもちょっと太いのでもいけるみたいなのが多くて、あ、なるほど、そういうこう導入としてもすごい使いやすいブランドなんですよ、ね、あ、そうなんですね。はい、リスの1位がエア、うん、こうやってあのベスト10あの売れ筋出してもらいましたけど、どうですか、あの感想としては。あのやっぱりプラスチックが今の全盛なんだなっていうのは改めて感じますし、太いモデルっていうのもこう皆さん割と受け入れられていて、結構なんて言うんでしょう、懐が皆さんこう広がってる感じっていうのは感じます。太くても大きくても、はい、セツロでもかけれる。そうなんですね。10分の9プラって意外ですね。そうですね。うん、だからもう本当鼻盛り大変みたいな。ちょっとメタル頑張りたいね。そうですね。あとはそのちょっとヴィンテージっぽい、いわゆるこう5、60年代とかフレンチみたいな流れではないところがちょっと入ってきてる、例えばバナーみたいなデザインなんかがこうちょっと新鮮に受け入れられてるっていうのがあって、そうですね、バナーの感じはちょっと新しいですね、はい、そうなんですね、うん、あとやっぱ高級商材っていうのがあの、はい、ジャックマリマージュで入ってましたけど、それが割とこの富裕層だけじゃなくて若い方にも売れてるっていうのも結構トピックスかなと思います。あ、確かに、はい、なんかあの段階はでもちょっと元気な感じですね。そうですね、なんかこう本当盛り上がってきたというかね。そうです、はい、そんな感じがします。今回取材をお願いした GB ガファス渋谷は1994年に京都で創業したザ・プラッシーズがルーツで、現在は大阪、京都、東京に展開するメガネのセレクトショップです。漆畑さんは GB ガファス渋谷、もしくは姉妹店のデコラ東京に行けば会うことができます。チャンネル登録もぜひ。